口紅が死んだ。ストーリー、中山幸子。出演、大川康樹。口紅が死んだ。死んだ仲間は大概この辺りの浜辺に打ち上げられるが、口紅は小さいし目立たないから誰も気づいてやれないかもしれない。口紅は外から見ると爪の先くらいの白いちっぽけな貝だった。硬くて分厚い殻に閉じこもっていた。艶も模様もない、ただ白いだけの制服を着てしっかり口を閉じて生きてきたのだと思う。口紅を見ていると僕は修道院のシスターを思い出すことがあった。人生に多くを望まず、海の底で生きるために食べ、食べるために生きていたに違いない。誰かに構われることがほとんどなかったし、多分死ぬ時も一人で死んだのだろう。死んだ口紅の残した貝殻はぐるぐると波に遊ばれ砂浜に運ばれる。そしてそれを拾った人が気づくのは、貝の内側にスッと引かれた赤い紅の色だ。生きている時は決して見せなかった口紅の色、表からは決して見えなかった色。女は自分にしか見えないもう一つの顔を持っていると気づいたのは、その赤い色を見つけた時だったが、赤という色の鮮やかさを知ったのも同じ時だった。